近所のスーパーでボラの生の卵というのを見つけたので、カラスミ作りに挑戦をしてみたいと思います。作り方はお店の売り場にポップがあったので、それを参考にしながら作業の方は進めていきたいと思います。最初の工程は血抜きです。血が残っていると生臭さが原因になるので、最初に取り除きます。お店のポップに従い、血抜きをするための塩水を作っていきます。塩の袋には、瀬戸内海の海水を煮詰めて作ったと書かれているので、いわゆる粗塩になると思います。お店のポップでは塩水の濃さは書かれていなかったので、普段、イクラの醤油漬けを作るときに目安にしている、舐めて少し塩辛い程度、およそ海水ぐらいの濃度だと思いますが、その濃さで作りました。イクラの醤油漬けを作るときは熱めのお湯で作りますが、ここでは水で作っています。いよいよ血抜きにかかります。血管に針を刺して残っている血を押し出します。この時袋まで傷つけてしまわないように慎重に作業をします。卵が新鮮なら残っている血も液状なので比較的簡単に押し出せるはずです。使っているのは歯垢を取る時の針のようなものです。持ち手がついていて持ちやすいのですが、もう少し先端が鋭利な方がやりやすそうです。太い血管を最初血管ごとむしり取ろうかと思いましたが、袋を破いてしまう危険があるので途中でやめることとしました。本当はもっと細い血管まで丁寧に血抜きを行うべきですが、この後塩水につけて血抜きするのでここまでとしました。ポップでは塩水で血抜きすると書かれていますが、ネットの記事では真水で行うものばかりでした。塩水を変えて一晩つけておきます。一晩塩水につけて血抜きをしてあります。ネットなどで見ると血抜きは塩水じゃなくて真水でやるんだというふうに書かれている方もいらっしゃるようですが、一応塩水で出ました。まあ、ちょっと血は残ってますが、これから塩漬けの工程に移りたいと思います。ペーパータオルで水気を軽く切っていきます。
用意して。塩水を作った時に使ったのと同じ塩です。特にこだわりはないので、ネットの情報を見ると塩にこだわっておられる方等もいらっしゃるようですが、あり合わせの塩を使ってます。よいしょ。こういう間とかが塩が入らないといけないということなので、たっぷり揉み込んでいきたいと思います。最初だいぶ水が出ると書いてあったので、少し置いて水が出てるようだったらどけたいと思います。塩をして、冷蔵庫で24時間ほど放置しました。お店のポップだとかネットの情報ではかなり水が出るよと言っていますが、血抜きの時に塩水だったのと、まあ塩の量がある程度入ってるということでしょうか。まあ、塩は若干しっとりした感じにはなってますが、その水が出てるという感じではないですね。念のため繰り返して、まあ、大きさも大きいので、さらに塩をしてみたいと思います。お店のコップでは一晩塩漬けをして、その後お酒で、塩抜きということなんですけども、まだ何でしょうかね。かなりそうですね、塩が水を吸ってる感じはありますが、もうちょっとやってみたいと思います。はい、また24時間冷蔵庫に入れておきたいと思います。塩漬けにし始めてから、丸2日、約48時間が経ちました。やっと水が出てきたようです。やはりかなり身が大きいので、塩が効いてくるまでに時間がかかってるんだと思います。お店のポップでは塩漬け丸1日となってましたけれども、少ししっかり、塩漬けをしたいと思います。これ容器を開けると多少生臭い匂いがしているので、その生臭みを抜くためにも塩はしっかりかけたいと思います。さらに冷蔵庫でこのまま保存をしていきたいと思います。塩漬けを開始してから丸3日です。だいぶ水が出てきました。さらに塩漬け続けたいと思います。この時点で浮いてきた水を排水したいと思います。全部傾けてもいいんですけれども、お得意のサイフォンでポタポタやっておきます。塩漬けを始めて丸4日です。2日目に水を抜いてからは新たに水が浮いてくる感じは
ないですね。ちょっと一回取り出してみたいと思います。だいぶ硬くはなってきてますね。色も当初よりなんか白っぽい感じになってきました。一度ここでどのぐらい水が抜けたか重さを測ってみたいと思います。周囲の塩を軽く洗い流しました。ちょっと重さを測ってみたいと思います。405g、最初に買った時に表示されてるのは 420g ですから、15g しか減ってないでしょうか。もう少し、もう 2,3 日使用してみたいと思います。水を捨ててからさらに2日経ちました。つご塩漬けを始めてから7日です。水を捨ててから新たな水分の浮き出はないようですが、ここで塩漬けを完了して塩抜きの方に移りたいと思います。はい、ざっと周囲の塩を洗い流しました。塩抜きは、お店のポップでは焼酎がおすすめということなんですけれども、ネットの情報を見ると、日本酒でやってる方が多いようです。そこで2腹ありますんで、半分に分けて片方を日本酒、片方を、焼酎でやってみたいと思います。ちょっと扱いが雑だったのか、ここで身が割れて皮もちょっと破けてしまってるので注意をしながらやっていきたいと思います。かなり硬くなっています。動画を紹介されている方はここを糸で縛っておられるんですけれども、これだけ穴が開いてしまうと縛る意味があるかなという感じですね。ここまでいっぱい来てますね。このまま、塩抜きをしていきたいと思います。塩抜きに使うのはこういうチャック付きのバッグに入れてやりたいと思います。
はい、こんな感じでストックバッグの中に入れて、塩抜きは塩漬けをしたのと同じぐらいの日数が必要ということなので、これ1週間漬けてありますから、まあ、最低でも 4,5 日は冷蔵庫でこのまま保管になります。5日間ほど、冷蔵庫で塩抜きをしておきました、こんな感じですね。よいしょ。これから、干す前に、重しをかけて、少し絞っておきたいと思います。作業する前に口の部分の袋が破れてるのでちょっと縛っておきたいと思います。だいぶ破裂が広がっちゃってますね。干しにかかる前に、少し重しをかけて水抜きをしたいと思います。まあ、できるだけ平たい方が後で干すのも時間も短縮になるかと思います。よっ、こし、重りは全部で10キロほどになります。少しでも水がこの段階で抜けてくれるとありがたいんですけれども、このまま半日ほど、置いてみたいと思います。押すのは半日のつもりでしたが結局丸1日押していました。その間の様子をタイムラプスで撮影してみます。汁が絞り出されてくる様子が映るかと期待したのですがそうはうまくいきませんでした。しかし徐々に沈んでいく様子はバッチリ記録されています。ちなみに塩抜き直後は約 400g あったものが1日押した後では 360g と約1割ほど水が抜けたようです。結局丸1日重しがしてありました。ちょっと開けてみたいと思います。なんかいい感じの格好になってますね。これを、
乾燥させるためにこういうプラスチックのざるに入れて、これから乾燥をかけていきたいと思います。陰干しを始めて、丸1日が経ちました。色味は若干カラスミっぽくなり始めてます。ここで表面に、お酒を塗っていきたいと思います。でこれは、ネットなどの説明によると、中側と外側の乾き具合を均一にするためということなんですけれども、もう一つは多分カビの発生を抑えるのにも効果があるんじゃないかと思います。これはコットンです。まだだいぶ柔らかいですね。表面を拭くようにしていきたいと思います。こちらは今拭いたのが焼酎で塩抜きをした方です。日本酒で塩抜きをした方ですね。少しやる。こちらは焼酎で塩抜きをした方ですが、こちらの方が少ししっかりした感じですかね。カビ予防という意味からすると、アルコールの度数の高いもので拭いた方がいいんですけれども、ネットで焼酎で塩抜きをされている方でも、ここで塗ってるのは日本酒なので、私も日本酒で、拭いて干しを続けていきたいと思います。最後半日ほど、天日干しにしました。表面はこんな感じです。お楽しみの試食タイムに入りたいと思います。切り口はこんな感じですね。こちらは、お酒で塩抜きをした方です。もう一つ焼酎で塩抜きをしたものもあります。表面はこんな感じです。こちらも塗ってみたいと思います。切り口はこんな感じですね。血抜きがやっぱり十分じゃないので、幾分血管は残っていますが、味に影響するでしょうか。スライスする前に皮を剥きたいと思います。で、ネットの情報によると、乾いたままではなくって、この皮を少しお酒で湿らせて緩めてから剥くと取りやすいということです。お酒を塗って少し待ちたいと思います。表面の様子は先ほど映しましたが、干し始めの頃は表面にも湿り気があり、干しかごに少しくっつくような感じがありました。1週間干した後はフライパンのコマーシャルではありませんが、かごを傾けると滑るくらいにサラサラになりました。
硬さは消しゴムのような感じで、割としっかりした感じです。外の皮を剥がすのにお酒を塗ってふやかすと良いというネット情報に従っていますが、今回はそのままでも比較的簡単に剥がすことができます。剥きにくい時にはプラン B として皮をふやかすことを試しても良いのかもしれません。映像は皮むきとスライスの様子を映していますが、一足先に食レポとします。塩抜きに日本酒と焼酎を使ったもので風味に違いは感じられませんでした。両方とも美味しくいただくことができました。血抜き不足で風味が悪くなることを心配しましたが、杞憂に終わりました。日本酒で塩抜きをした方はやや塩気を強く感じましたが、塩抜きの時お酒の量を測っていないので使った酒の量の違いかもしれません。初めてにしては上出来で大変満足しています。来年は量を増やして作りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。